電力料金もですね、それ、えー、変えられますので、まずその契約の見直しというものをやってみてそして、えー、まあ、リノベーションを検討されてたりとかする方は、ぜひ断熱剤を入れてください。まあ、寒い地域の人たちは当然入ってると思いますけれども、暖かい地域の人たちはですね、あの、最近の断熱剤めちゃくちゃ、 えー、コスパもいいし、性能もめちゃくちゃ良くなってますんで、リノベーション工事で壁の中にです、ね、断熱材入れるだけでもですね、相当、えー、良くなりますし、DIY でやれるタイプのものもありますので、ホームセンターとかで一回相談してみてください。えー、さらにですね、えー、電灯を LED に変えるだけでもですね、相当節約できます。 えーまあ、そういったところでですね、えーまあ、あの電化製品買い替えるだけでもですね、古い電化製品ってやっぱりですね、電力消費がですね、えー、消費量が多かったりとかしてダメなんで、えー、そういったところをまあ改善すべきなんじゃないかなっていうふうに思います。暖房費を節約するために暖房を切ってとかっていうのは、あの命に関わる危険があります。特にお風呂場ですね、えー、ヒートショックで、えー、亡くなる高齢者さんめちゃくちゃ多いんで、あの、 暖房はちゃんとつけましょう。ね。新しいタイプの、えー、電力消費量が抑えられる。あるいはですね、ファンヒーターとかで、えー、まあでも灯油の値段も上がってるからあんまり関係ないか。えー、まあそういったところでですね、対策をしていくのがいいんじゃないかな。もうオール電化にしちゃった人たちはですね、少しだ、少しでもですね、なんか、えー、ファンヒーターとかですね、そういったものを導入して電力料金避けた方がいいかもしれません。あの、繰り返し言いますけど、 マジで暖房とかを節約してケチると命に関わるんで、あの、そういったことはやめた方がいいと思いますし、あと、原発再稼働ですね。えー、皆さん、訴えていきましょう。ね。原発っていうのはですね、えー、まあ、みんな危険だ危険だって言ってますけども、人死んでないですからね。あの、基本的に、その原発事故そのものでね。 で、ええー、まあ、そういったこともありますし、ああいった感じの事故はもうね、あ,あの、津波の対策とかももう全国で取っておりますので、ええー、早いことですね、原発再稼働させましょう。で、原発をですね、再稼働させないと原発に関わる技術者の人たちのじ、あの、技術の継承っていうのも行われなくなりますし、原子力工学科に進む学生も少なくなってきて、日本から原子力工学の技術者がいなくなったらどうなりますか廃炉ももちろんできませんよ。 で既、既存の運転してる原発は守っていかなければいけないわけですよ。メンテナンスしていかなければいけないわけですよ。え、そのためには新しい学生を育成しなきゃいけなくて、こんなに,に原子力発電のですね、イメージが悪いと、自分の子供を、例えばお母さんとかが一番ブロックすると思うんですけど、息子がね、原子力工学科に行きたいって言ったらですね、社会のためだって言ってもいい、やめてくれてあなたが行かなくてもいいじゃないかって絶対止められると思うんですよね。 過剰に原子力発電を恐れていたりとか、えー、悪者にしちゃってる。だからこそこんだけ電力高騰が起きてしまったわけですよね。ほんと反省してほしいですよ、皆さんは。ね、もうちょっと原子力のことも学び、えー、原子力がどれだけ危険なのか安全なのかこういったところを学び、それで判断をしようと。少なくとも電力料金ここまで原子力発電所はこんなに閉鎖されてなければ上がることはなかったと思います。 ということで、えー、皆さん、いの、あのね、あのー、暖房台はあんまり削らないでください。ということで、行ってらっしゃい。